ちなみにさ、はい、今ね、僕、あの、まあ、家でもね、はい、この見ていたわけですよ。はい、あのー、まあ、僕、あの、子供がいるんですけどね。はい、あのお子さんが、はい。うちのお子さんがですね。はい、あの、この、広がり、ものすごいはまってました、ね。あ。そうなんですね。ねまさに、あの。 子供の頃のいずくがこう目をキラキラさせてこうパソコンで画面を見ているようにだ<あ>見るわけですようわぁすごいなんかそんなことがあったりしたからなんかこうちょっと改めてこうあの一話とかのシーンとか見るとちょっとジンと来ちゃうんだよね、はい、<laughs> そうですよね感動しますもんね,ね,ねなんかお子さんはちなみに、はい、あのお父さんがオールマイトなわけじゃないですか<ー> <laughs> なんかその辺ってなんか。 そう意識してたりするんですかお子さん、まあ、なんかお父さんがオールワイトだよーみたいないや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 ,いや <laughs> あのやっぱりねこれはもう、はい、多分ね僕あの、はい、小さいお子さんお持ちのあのご家庭は分かるかと思うんですがね、はい、やっぱりこう。 やっぱりアニメーションがそのままこうう喋ってるっててるイメージなんだよ、ね、あーもうそのキャラクターもそのキャラクターでありっていうことなんですねそうそうだから中の人がいるとか声優さんが喋ってるっていうんじゃなくてもうだからオールマイトがオールマイトの声はもうこういう声なんだっていうなるほどじゃあもうほんとだからその声が似てるなーとも感づかれてないわけなんですかねちょっと違う